アーティスト京太。1994年生まれ。中学生時代に出会った仲間とラッパーを目指し、18歳で初めてマイクを握る。小学校からの先輩であるトキトが立ち上げたクルーキダルトに所属。山梨高校を中心に活動し、エリアを拡大し始めてきている次世代のホープ。今回はそんな彼にスタジオなごみがインタビューをしました。それではご覧ください。中学校の時に隣の中学に遊び行って、そこで出会ったやつがもうすごいヒップホップ好きっていうか、もうやばくて、でまあ自分もヒップホップ聴いてて、まあレベルが違うヒップホップの感じで、もう生き方がヒップホップっていう。でそいつとそこで仲良くなって、まあ、2人で 2MC としてラップをやっていこうっていうことで、中2か中3ぐらいですかね、そこで学校の授業中にリリック書いたり、で放課後見せ合ってラップしてみたいな感じで、そっからですね、きっかけっていうのは。始めた当初、まあ、18歳4月に初めてマイクを握らせてもらって、まあ、小中の先輩のトキトっていう、まあ、アーティストがいて、その人に誘われて初めてやったんですけど、まあそのステージに立ってラップするっていうのも一つの夢だったんで、まあ、小さい夢が叶ったかなっていう感じでしたね。キダルトクルー、まあ、ボス、トキトっていうアーティスト、ボス、トキト、で、自分が京太、で、シンガーの、レゲエのシンガーのナスカっていう一個目の先輩と、レゲエ、DJ のケイタってやつ、とりあえず今4人で、あと、カズシっていう、まあ、セレクターだったり、リオナっていう、まあ、それもシンガーだったりで、まあ、だんだん、こう、拡大、してってますね。これからまあとりあえず山梨のこの同年代ぐらいのやつらの中では、まあ自分らのキダルトクルーが一番かっこいいと思ってるんで、まあそこでどんどんこう若いやつらが集まって、ヒップホップやレゲエ、もうブラックカルチャーっていうのを山梨にどんどん若いやつらの中でヤバくなっていければいいなって。まあ、先輩たちのクルーとかもいろいろあって、まあ、そこにはもう負けない気持ちで、リスペクトしつつ、いいこういう関係で上がってきたらいいと思います。まだまだ止まんの早いんだわ。親からもらった大事な命を1分1秒楽しむか。もう死んでめんどくせえって言うのは本当に簡単で、もうじきであっかんべーってかませるから、その時を待て。ネガティブ思考いないぜやせ、どんな場面でも分からせ。ホーミーファミリーファイブ、諦めんじゃねえ大丈夫。状況状態周りの評価、競争社会でマイク握った、死ぬまでやめねえ根軸障害。生きてるからこそ見える未来が、俺の世界観、ドープなビートに歌詞の世界だ。ヘイトする奴を上手に狙って、いつでも撃ち取る俺はスナイパー。自分に任せ、インチキ遊びはもうおしまいです。どんな形でも明日につなげ、一度も人生泣くより笑え。バカにする奴絶対無理って笑ってるかぜ、いつか見とけって思える奴らが本当に最後に花咲かせ。いつか見とけって俺のサーカス、あん時バカにしてごめんねって言えないぐらいになりやがる。 My life My lifeMy life, my life。 ここから始まる俺のストーリー、絶対負けない俺この通り。アンテナ張っとけ、ヘッズにホーミー。俺なら行くぜこの街の王に。 My life, my life, my life, my life。 ここから始まる俺のストーリー、絶対負けない俺この通り。アンテナ張っとけ、ヘッズにホーミー。俺なら行くぜこの街の王に。 My food, my food, my shoe.あそこのあいつも諦めた。
その分俺たち頑張るか。バッドマインドを見つけて岩盤食らわすこのエリアのアンパンマン。10年後未来を想像、終点を未来で逃亡、宮殿のトップを妄想できたらお前らはどう思う。堂々と生きてく前来、想像とリアルとの違い、勘違いするなら今大人になって、それは不甲斐ない。うまい話に乗り突っ込み、バカな奴らうのみ。落ち込んでたって何も変わんねえ。たまには見てみろ山か海、悔しい涙流せばいい。相手がいいなら倒せばいい。そこで負けたら一生も、死ぬまでレペゼン一生を。あいつが俺で俺があいつか、俺なら俺だ、それ無理っすわ。俺はこの街のフットスター、後悔ない人生どうすか。 My life My lifeMy life, my life。 こっから始まる俺のストーリー、絶対負けない俺この通り。アンテナ張っとけ、ヘッズにホーミー。俺なら行くぜこの街の王に。 My life, my life, my life, my life。 こっから始まる俺のストーリー、絶対負けない俺この通り。アンテナ張っとけ、ヘッズにホーミー。俺なら行くぜこの街の王に。